皆さんこんばんは。今週も始まりました森下仁丹プレゼンツバイオレディアでございます。さあ、ちあちゃん。はい。ちあちゃん、あれでございますか、宝塚というものは見たことがございますか？一度だけあります。一度だけ、うん、でもすごいもう大昔で、はい、ちょっとどなただったかもちょっとこう覚えてないけど、最後あの、うん、並んでラインダンス、そうそう、あれがもうすごくそうですよね、びっくりして。宝塚入ろうと思ったことないの？いえいえ、そんなもん別荘もございませんみたいな感じでございますけど、確かにちょっと宝塚というところはちょっと僕らにとってはこうなんていうんですか、未知のというかね、なんか知らないことがたくさんあるようなそんな気がするんですけども、本日のゲストの方紹介していただいてよろしいでしょうか？はい、では今日お越しいただいたゲストの方をご紹介します。元宝塚歌劇団戦火男役の佐尾鞍馬さん、そして森下隆一先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、はい、佐尾さんでございますけども、森下先生は仲いいんですか？佐尾さん、まずね、はい、去年かな、フジテレビでやってランチングフェア、はいはいはい、で、あのスペシャルゲストで来ていただいてトークショーしたんですよ。なるほど。で、うん、そこから全くノーコンタクトだったんだけど、はいはい、たまたまこの間あの西麻布の某高級居酒屋さんでばったりお会いして、でラジオの打ち上げだったのかな、佐野さんもね。私は、ラジオ前だったんですよ、あの別の部署だったんですよ。ご挨拶を聞いてくれて、はいはいはい、あれ今度ラジオ出てくれませんか。あ、そこでオファー出したんだ。そうそうそう。よう受けてくれましたね。そうそう、本当によう受けてくれたなと思って。あ、そうなんだ。いや、自分でも誰でも頼むなと、どこでも。あ、そういうことでございますね。いいと思うってですね。よかった。はい、だから今後友達紹介していくみたいなシステムしたらいいんですよ、この場所に、ね。でもまあ佐藤さんでございますけども、宝塚男役という、うん、はい、なんかすごく女性的というか、うん、なんかあれやから全然男役なんやって、うん、男役の人ってなんかすげえね、うん、なんか男の人っぽいと言ったらおかしいですけど、言い方変ですけどなんていうんですか、ボーイッシュな方なのかなと思ったら全然そうじゃないんですね。いや、今猫かぶってるんですけどあの去年宝塚卒業して、はい、それまで17年間男役をさせていただいた中で、はい、結構背も低かったの で、顔もちょっと女性顔っていうことで、うん、女役もちょっとたまにさせていただいていて、うん、そうなんです。なので卒業してからは、まあ、まだ1年半ぐらいなんですけど、はいはい、意外とそうなんですよ、そういうふうに言われるんですが、うん、声は低いんですよ。そう、声はもともと低いんですか、はい、低くしたんですか？もともと低いんです。もともと、はい、宝塚行こうと思ったきっかけが何かあったんですか？うん、ですね、もう結構小さい頃から、はい、あの学校の同級生とかで NHK の、 そのなんか子役のそういう、なんか、なんていう子供番組みたいなのとか、あとは舞台もずっとやってるような子役の子たちが多くて、あの、まあ、その子たちに刺激を受けてバレエを習いたいなと思って、で家の近所にあのバレエスクールがあったので、はい、そこに行ったらそこが宝塚を受けるための養成スクールみたいな、あ、たまたま行った先がそんなすごいバレエのとこだったんだ。そうなんですよ。それで知らないで入っちゃって、はい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 、でその時にそこの、まあ、校長先生みたいな方がいらっしゃるんですけど、はい、その方に宝塚受けたいのって言われて、はいはい、見たことないんですここは受けるためのところだから今すぐ見てきなさいって言われて、はい、ちょうど前ヤミキさんの舞台を見に行かせていただいて、もう見たその瞬間に入りたいってなって、その日の夜もう両親に土下座して受けたいので力になってくださいってお願いして、そこからですね。へえ、すごい。あれって学校に入るのってめちゃくちゃ狭きもんじゃないですか。そうですよね。でバレエやるでしょ、あと何を、何が必修でいるんですか？バレエと歌と、歌を歌う、あとはなんか即興でどういうふうに踊れるかとか表現ができるかとか。コンテンポラリーチックなダンスをやるんですか？それは。そうですね、そういうこともその時はテーマこれで踊ってみたいなことですか？はい。あとはあの何でしたっけ、あとはね、面接とか、はい、あの本当にもう素足にレオタードで足のラインとか全員並べられて見たりとか、そういう足がすげえ大脚じゃねえかとか、あとはスタイルとかですかね、やっぱり顔がちっちゃくて何頭身みたいなのも見たり。そうですね、だから先ほどおっしゃってらっしゃったあのラインダンスとか、みんなで足を上げる、ね、ああいう時にやっぱ綺麗な足を見せるので、見せなきゃいけないので、
やっぱり体重測定とかもありましたし、でもそればっかりは訓練でどうにか足長くなるわけないじゃないですか、別に。だから生まれ持った素質もだいぶいるってことですよね。いや、受けるからね、その阪急阪神の偉いさんがね、面接官ね、でそっちの知り合いがいてて、はいはい、やっぱり入る人は見た瞬間分かるって、オーラが違うってことですか。違うって、もうそんなにね難しい話じゃなくて、歌が下手ってもいいんだけど、もう来た瞬間に、あ、この子はね絶対スターになるのか、トップなのか分かるんだって。へえ、全然違うんだって。だからそういう子をピックアップしてくるんだって。なるほど、すごい。なんか舞台映えとかする人とか、やっぱ華やかな、はい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 、顔の人が多いですね、やっぱ入るときに思うのは。でもその最初はやっぱみんなノーメイクですもんね、その学生とか。そうですね、その持って生まれたポテンシャルがやっぱ顔が華やかでというのもあるでしょうし、あと身長もやっぱり決められてるんですか。その何センチじゃないと、男役やったら何センチ以上ぐらいじゃないと受からないみたいなのもあるんですか。はい、そうですね、入る時にはまだ、はい、受ける時には男役かとかは決められないんですよ。あ、なるほど。入った時にじゃああなた男役だねとか。あ、学校入ってから。そうですね、身長もちょっと私だと166センチなので、ちょっと際どいんですよ男役だと。なのでそういう時はどっちになりたいのみたいに聞かれたりとかして、相談しながら決めるみたいな。はいはい、そうですね。これ親ご両親も、はい、やっぱなんかスタイルがいいとかそんな感じですか。やはり両親はシェイクスピアシアターという、うん、シェイクスピア の, お芝居をする、ストレート芝居をするカンパニーにいたんですよ。へ、私が生まれる前なんです。はいはいはい。だから私が生まれる時に2人とも役者を辞めて結婚したので。そうなんだ。そうなんです。なので両親はもう声が、ね、ちょっとあれは違うけど宝塚よしって感じだよね。それは、すごいですよ、すごいな。はい、ちょっとまた特殊かもしれないですけど、だから、まあ、もう元からそういうところがあったんですね、多分ね。ご両親からも多分そういう風な感じのことを言われてた。20倍ぐらいでしょ、もっとか40倍ぐらい。私の時が23倍ぐらいだったと思うんですけど、その時によって、その1年間の間に結構、例えば100周年の時とか特集をたくさんされたので、すごく多かったりとか。そうですね、結構でもやっぱ高いんでしょうね。分かんないですけど、だってただの23倍じゃないですかね。もうそれ用にみんな鍛え上げてきた人たちの中の23倍ですから。いや、すごいな。あれですか、その名前サオクラマっていうのは、はい、これは学校に入って決めるんですか。そうですね、音楽学校時代っていうのが2年間あるんですけれども、はい、2年目の本科生という時に、はい、夏休みの宿題みたいな感じで芸名を考えてきてくださいって言われるんですよ。で3つぐらい候補を書いて、はいはい、第1候補、第2候補、第3候補って、で提出して、はい、ちょっとこの名前はっていうのもあるんですけど。へえ、はい、なぜサオクラマーにしたんですか。サオというのが、はい、日本語でその、シェイクスピアという意味をがありまして、で両親がお世話になった小田島雄志さんという、ほうほうほう、シェイクスピアの日本訳家さんにつけていただいたんですね。そうなんだ。そうなんです。それでそのサオという、はい、名字をいただいたので、はい、名前は、ひらがな3文字がいいなと自分で勝手に決めて。でなんか結構名前って特殊じゃないですか、宝塚の方の名前って。しか覚えれないし読めないすごいみんな名前やから、はい、でもその時は宝塚の先輩方で現役の方がの中で、はい、同じ名前だとご挨拶って言って、はいはい、同じ名前をいただきますと、はい、ご挨拶しなきゃいけないっていうのがあって、それがもう嫌でしょうがなくて、で絶対名前のない名前を探して、はいはい、クラマって作ったんですけど、今思えばね、そんな挨拶したくないっていう理由でつけるのもどうだったんだろうって。そうなんです。先輩はめちゃくちゃ怖いですか。いやでもどうなんでしょう、でもやっぱり厳しいですね。怖いというか厳しいですね。やっぱ伝統芸能っていうだけあって、うん、伝えていくっていうことをすごく意識してるので、はい、挨拶めっちゃ厳しそうですよね。そうですね。階段とかもさ、片側が電車とかもどっちかこう先輩のいないところに乗らなきゃいけないとか、すごいルールがあったのかな。そうですね、もうエレベーター一つでもやっぱあるんですよ、いろいろ決まりが、うん、はそうなんです、ね、あ、そうか、エレベーターその乗る時に先に自分が乗ってボタンを押してとか、うん、で何階がよろしいですかって聞いてとか、
どっちに立つとかなんかいろいろ決まってたんですけど、うん、あ、やっぱそうな、僕鍋プロで芸人の時鍋プロにいた時に、チーンって開いたらマルシアさんが乗るとこで芸人全員一回降ろされたことあったもんなマネージャーにマルシアさんが乗るから降りなさいって言われてそれ芸人の世界もなんか芸能事務所もやっぱ厳しいのが厳しいですから、すごいですね、もっとやろうな、それしかも学校生活みたいなだってもっと厳しいわけですもんね、その時がね、うん、まあ、一番ね、そうですね、まあ今時代によってねいろいろ変わってるみたいなんですけど、私の時代も結構厳しかったです。え、今ちょっと緩くなってるって言ったら言い方変ですけど、そうですね、あ、そう、コンプラ的なものもあるし、今やっぱりいろいろやっぱりこう SNS とかもありますし、結構やっぱりゆとり教育と同時にあのやっぱり保護者の方々のがいろいろとおっしゃるようになったみたいですね。あれ入学の時、これ聞きたかった、入学の時って筆記試験はあるんですか、普通の、はい、筆記試験はなかったと思います。あ、そうな、例えばなんか宝塚の歴史についてとかの問題でも全然そういうのはなく、まあ、あの2年間宝塚に入ってから音楽学校の2年間で歴史を勉強する 授業はありましたね。あ、そう、はい、そうなると全くもって一番若い人で何歳からですかこれ、中学校卒業したら資格がある、ね、はい、そうなると、普通の高校でやるような授業みたいなことは一個もしないってことですよね。はい、あ、中卒扱いになりますね。そうなんですね。なんか一時はその、まあ、高校卒業の資格が取れる授業を課外で受けたりとかできるっていうのが、はいはいはい、私が宝塚入団してから学校で始まっていいなと思ったんですけど、うん、そうですね、そうなんです、結構、まあ、別の、ね、お仕事に宝塚卒業生がなるとなったら、うん、大学に行くまでにいろいろと皆さん大変だったりとか、うん、あ、でも大学入れてくれるでしょうけどね、元宝塚やったら、うん、そうそうそう、全然どうですかね、どうなんでしょう、ね、ファンすごいしね、そのこの間ちょうどアンチング会社の時はね対談されて最初だったんですよね。そうですね、そしたらもう100人ぐらいファンの方がもうみんな来られたね。そうか、すごいですもんね、おかげ役だから、はい、初めてなんか娘の格好してるサウクラウンドでご挨拶したね。そうなんですよ、なんか皆さん違和感がありますかみたいなもうだいぶ慣れました。だいぶ慣れましたね、やっぱりむしろあのスカートがすごく履き心地が悪かったのが、うん、なんか楽になりました。こう一着パッて来たらもう出かけれるじゃないですか。コーディネートが大変なんですよ ね、 やっぱ監督役の方と、ね、現役の時になんかちょっとお茶にしたことなんだけど、もう足は組むしタバコは吸うしね、男の格好を必ずやってる方です。それは結構強めな方ですね。強めな方だから、その佐藤さんですけども、現在は舞台をやられてる最中ということでございますけども、はい、せっかくでございますからちょっともうそろそろお時間来ちゃいますので、一個告知を入れていただければなと思うんですけども、はい、はい、10月の1日から25日まで、はい、東京のシアタークリエにて、ラブズ・レイバーズ・ロストといって、はい、あのちょうど本当にシェイクスピアの恋の骨オリゾンという原作のもとのロックミュージカルが、はい、公演しております。でその後あの兵庫県と福岡と愛知にも行くんですけれども、兵庫県は11月の1、2、3、4、4日間ですね、1日、2日、3日、4日と、4日と、はい、兵庫県立芸術文化センター、阪急中ホール、中ホールというところで、ね、お参りできるというので、はい、ぜひちょっとぜひあのすごく楽しい、はい、あのラブコメディになっていて、はい、あの乃木坂の子だったりとか、そういう声優さんとか、あとあの男性陣は今あのミュージカル界でもときめいている、もう本当にイケメンな、はい、素敵な方々が出られるので、今回は、はい、女性の役、私はロザラインといって、そうなんです、あの一応ヒロインなんです。おもう今これはちょっと楽しみですね。そうなんです、ちょっと可愛いブリブリな若い女の子やってますのでぜひあの見にいらしてください、はい、ということで、まあ、ちょっとね、はい、もっと話聞きたいなと思うので、来週もまた2週にわたって来ていただければと思います、はい、来週も来ていただいてよろしいでしょうか。はい、もちろんです、いいと思ってたんですか、なんかどなんかね番組にパクリから危ない危ないということでございます、はい、来週もまた佐藤さんに来ていただきたいと思います。はい、今週はこの辺でございます。佐藤さんありがとうございました。ありがとうございました。いや素敵な方でございますね、明るい方ですね、うん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 、なんか華やかで明るい感じの方で、はい、男役って確かにこう
喋ったらねちょっと声が低いから、うんうん、男役だなと分かりますけど、ね、パッと見たと全然そんなね、うん、すごい女性的な感じでございましたので、うん、また来週も来てくれるということでございますので、はい、ちょっともうちょっとね、はい、いろんな話を聞きたいと思います。はい、今週はこの辺でお別れでございます。さよなら。さよなら。